さんごきげんよう。ナイスク新刊紹介の時間です。司会は私、インスタグラムをやっていないけれど最近になっている細川です。今回は12月に出されました株式会社ラトルズの一番優しいインスタグラムマーケティングの教科書を紹介いたします。早速この本を担当した小川さんに話を聞いていきます。よろしくお願いします。お願いします。まずこの本はどんな人に向けて出された本ですか？はい、まずこの本はですね、タイトルにあるようにインスタグラムの本です。で、インスタグラムの本なんですけど、インスタグラムを使いたい、こうなんていうか一般のユーザーというかに向けた本ではなく、インスタグラムマーケティングがあるようにインスタグラムを使って例えば自分の会社のファンを増やしたりとか、自分のお店のに来る人を増やしたりとか、そういう人に向けてですね、インスタグラムのアカウント、企業とかお店のアカウントの運用の仕方っていうのを、解説している本になります。では、この本を作っていて大変だったところ、苦労したところは何ですか？はい、インスタグラムって今すごい人気のあるサービスでして、全世界で6億人かな利用者がいるんですね。日本で1000人前にいて、でも今、ノルニンで聞くようなサービス、SNS なんです。で、だからこそ、結構ですね、頻繁にいろいろな仕様が変わったりするんですね。で、そういうのを、発表、ニュースの発表をですね、インスタグラムの発表を見ながら、随時、中身のこう表現とか変えたりですね。あとは、例えば、150ページに、インスタグラムストーリーズっていう機能を開発を入れてるんですけども、これもこの本が考慮する1週間ぐらい前にアップデートされた機能を急遽盛り込むという形で、なるべく最新の使える情報を入れるということに頑張りました。では、この最後にこの本の見どころについて教えてください。はい、この本に2つあれば、インスタグラムでフォロワーを増やしたりとか、いいねとかついたりとか、実際にファンを増やすことができる施策をですね、たくさん紹介しています。で、この本の方がですね、アライバーアーキテクツ株式会社という SNS マーケティングの専門の代理店さんに、お勤めの方、お二人、藤田さんと金浜さんという方、お二人で、現場で実際にやっているマーケティング手法というのをふんだんに盛り込んでいるようになっています。例えばインスタグラムを使ってキャンペーンのやり方とか、インスタグラムをイベント、リアルなイベントをどういうふうに結びつけるかとか、そういうですね、すぐに使えるような実践できる内容がたくさん詰まっています。はい、そんなのが見どころです。ビジネス向けで私もこうパッと見た感じ、すごくインスタグラムをやっていない初心者の方でも、タイトル通り、とても分かりやすく求められている本です。こちらの株式会社ラトルズを出された一番優しいインスタグラムマーケティングの教科書は、全国書店、アマゾン見てお買い求めになります。ぜひ買ってみてください。以上で、来週診断紹介を終わります。ありがとうございました。